はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。第3次スーパーロボット対戦天国編、続きをやっていきたいと思います。プロローグ第1話、プロローグの第1話プロローグの第2話とかあんのかなとりあえず地獄の果てにが終わったところなんで次へ行きましょう。そうか、今気づいたな。新多元世紀1年11月12日プロローグの第1話かみたいな。地球連邦軍残存戦力比 34.8%、指揮系統に乱れあり、敵サイデリアル戦力組織規模その他すべて不明。うん、相当やられてますね。うわ、プロローグだ。まだ地球絶対防衛戦ってことは別チームか。次は何個チーム分かれたっけ。 3,4 個分かれてた気がするんだけどな。てかメンバー一緒じゃん。状況は、Z ブルー各艦と連絡との途絶。なお地球連邦軍の艦隊も各エリアで壊滅あるいは撤退しているとのことです。今の連邦軍はクロノに牛耳られていた本体の壊滅とネオジオンとの戦いにより消耗している。この状況で新たな敵を迎えることになるなんて。今は我々のできることをしましょう。少なくともこのエリアは死守します。敵サイデリアルとの接触まであと3分。このエリアにおける絶対防衛ラインは今我々がいる場所です。地球絶対防衛計画、あれが進められていればこのような事態への対処もできたはずなのに。さっき聞いての通りだ。ここを突破されたら敵部隊は地球に降下することになる。そんなことになったら地球は負けるわけにはいかない。はい、だがたとえ俺たちが勝利してもたかが一つのエリアの話だ。リリー勝利、もう地球は。それでも俺たちはやるしかないんです。バナージ、お前は覚悟はいいな。お前ら来るぞ。あれ、またこいつらが結局戦うの。部隊は変わらないっすね。無人機の部隊か。気をつけて、後方にはこれ以上の部隊が控えているわ。だったらそいつらを引きずり出して叩き潰すまでだ。うん、大丈夫ですか響さん。お前また目が。泣き言は言ってられない。行くぞ響くん。SRポイントはなしと。絶対防衛線とかあんの。防衛ラインなくねここまで突っ込まれたら終わりですみたいなのはひとまずはないか。よし、じゃあちょっとまた戦艦を中心に進んでいきましょう。スパルボもね、ちょっとダラダラしちゃうところがあるんで、まあ、できれば1話30分くらいで、まあ、長くても1時間かからないくらいで、まあ、まとめたい感じはするんですけど、あとどうでもいい話とかもねたまにあるんでね。特に地獄編の前回はなんか学園の話とかなんかどうでもいいんじゃないみたいなところがあったんで、そういうところもどうしようかなとは悩んでるんですけど、とりあえずまだプロローグ第1話なんで、まあ、フルでやっていこうと思います。まあ、ここら辺の戦闘はカットして、鈴音先生、後方へ警戒を続けてください。わ、分かったわ。こいつらの裏にいるのはきっと。まだ改造できないですからね。圧倒的な力による正面からの攻撃、柵を巡らせてきたジェミニスとは違う。勝てるのか俺たちは。地球は。てかもう一つの地球どうなった。何の話も触れてないけど。あー、ゲッター届かねえな。泥地雷になりゃこっちが不利だ。敵の頭さえ潰せば戦いは終わる。そいつさえ見つければ。強い普通に。ある、勝てると思うか。戦術的な勝利の確率は 60% です。戦略的な勝利の確率は。いや、その先は必要ない。同感です。まずは目の前の敵を叩かなければ始まりません。分かっているようだな。私も Z ブルーで鍛えられましたから。それでこそだ。行くぞ。あと何機だ、あと何機落とせばいい。く
ソ、どうすれば地球を救えるんだ。まあ来る敵は全部破壊する。もうちょっと前に出るかな、どうしようかな。まあいいか、ここを中心にして。戦艦もね、破壊できるときに破壊しとかないとどんどん弱くなっちゃいますけどねいかんせん命中率が低いんで。テスタドッサ艦長、それは何にも見てないですね、まだ。オンにしますか。テッサ、ミスチロリ、戦闘中の発令所に来るなんて。構いません、マデューカさん、私が許可します。カナメさん、あなたの不安はもっともです。ですが私たちは引く気はありません。これが私たちのゼットブルーの戦いなのです。わかったテッサ、私にはこんなことしか言えないけれど頑張ってね。はい、ソウスケ、みんな絶対に死なないでね。我々の全力を持って相手をします。垂直発射管扉を開放。発射管扉を開け。トマホーク発射。はいはいマン、トマホーク発射します。こいつヒットアンドウェイ持ってるのか。ゲッターはゲッタービームだな。ゲッタービーム使うまでもないな。まあいいや、ボスボロット行け。倒した。あとは遠距離から行きますか。よーし、でマグナム。何のために地球を襲う。お前たちは何がしたいんだ。答えろよ、こんなことに何の意味があるんだ。あれ、クルフレンターってもう全開で倒したんだっけ。なんか忘れちゃったな。ああまたこれ逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだでもエヴァは AT フィールドが突き破られない限り大丈夫な気がするんだけど、そういうもんでもないか。うーん、この2人は攻撃できないか。あー、遠距離から狙ってくるな。敵増援来ます。また新しいやつか。これ艦隊だと。クソ、敵にはどれだけの戦力があるんだ。あの目立つ史跡、あれが機関か。ならばあれを落とせば。無駄だ。シク、沈黙の巨海のセフィアの持ち主。お前たちは俺の部下が相手をする。行くぞストラウス。チョウチョウみたいななんだあーどっか飛んでっちゃった。防衛ラインを突破されます。各機反転、追撃を。無駄です今あの敵に直撃したぞ。うわ、こちらの足止めをする機関。私が命じられた任務はあなたたちの抹殺です。何なんだお前は。名は四国、寄宿の副隊長を務めております。要するにあの四国の一味か。あなたたちは愚かです。何、あのままあの方の慈悲の中で朽ちていけばよかったものを。あいにくだったな。俺たちは未来に向かって生きることを望んだ、じゃなくて生きることを選んだ。お前たちのように勝手な理屈で地球を狙う奴らを倒してな。あの方の
悲しみは伝わらない。各機3回任務を遂行します。来る。こいつらがいたんじゃ連中を追うこともできん。やるぞ。各機気をつけてください。彼らの使う量産機はこれまで戦ってきたものより能力の向上が見られます。狙うは四国と名乗る敵隊長だ。攻撃を集中させろ。自分たちが保護されていたことを知る時が来ました。あなたたちの敗北は必至なのです。アンゲロイ、キャン、キャンだかカンだか分かんないけど、とりあえず一歩進めるか。対空機銃どうだ。うわ絶対無理だな。ゲー倒した強い。あ、P 兵器が狙えるけど 65% か。ちょっといいかな。少し響きを前に出したいけど、加速、マリが加速持ってる。とりあえずゼータを、ハイメガランチャーが強いからな、前に出したいけど無理だ。エヴァを出すか。プログレッシブナイフ一応いけんな。 AT フィールド突き破られたりしてとりあえず攻撃しましょう。牽制します。いける。こいつは相変わらず苦しかないからな。そのつもことに構っている暇などありません。接近するしかないなんて。好きなだけ抵抗を続けなさい。それも命の証です。余計な言葉は不要でしょう。避けられるなど思わぬことです。避けない。 AT フィールドがある避けたんだけどよし、だいぶ確率高かったよね今。あーマフェイクの手か。あー間違えた。うん、これでちょっとターンを終了させましょう。これは反撃。俺シクウの偽物みたいなのがいる。これ一般兵ちょっと戦闘しましょう。これぞエヴァの醍醐味ってやつだね。命の灯火が見える。これが私たちの仕事だ。クラッカーしかも。痛みを感じているうちはまだ戦える。ティースデモンブレイダー、フェルスロットルでいきます。なんか収束攻撃的なものが欲しいな。やっぱりそこそこ硬いな。こいつはとりあえず攻撃しよう。 AT フィールドオッケー。これいけんな。真ん中のやつあんまり強くない。とりあえず周りの雑魚を倒したい気がする。マグナムを使う。よーし。お、NTD。メインじゃねえ。変形すると そう、オール攻撃がある。よーし、行きましょう。ちょっとだけ残ったか。これは戦艦で潰すか。中巡航ミサイル。あ、でもこれこっちに行けるな。移動してと。あとは
どうしようかな。空襲を使おう。ゲッターで。ワイド。ボスポロットかわされたー。マジか、ゲ、両方かわされた。マジですかい、これは。ほい、タイミングランチャー。バイセンサー。刺激二丁。俺たちが倒したジェミニスはサイデリアルのほんの一部だったのかよ。こいつらどれだけの戦力を持ってやがるんだ。あ、 59% だ。やっぱかわされたか。必中だぜ、必中。で、シュクラ名前を忘れてしまった。3800だったら集中かけて、いや、あ、集中しとく。ストームブリンガー、終わりだ。あなたがいがみ合う双子の新たなリアクターですね。こいつジェニオンのスフィアを狙っているのか。思い上がらないでください。ガドライド・メオンサムを倒しただけでは我々にとって何の価値もありません。ゆえに私は任務を遂行させていただきます。ふざけたことを、俺の命も地球もお前たちに渡す気はない。ハンター持ちかよ。あなたがどれだけの力を持っていても抗えないものがあります。せめて一瞬で終わらせましょう。出した。 Not my match。 その程度か。どういう意味。自分の目的に大人を巻き込むのは気遅れするな。よそ見すんな。その衆を素直に称賛いたしましょう。勝負は一瞬で決まる。オールアウトアタック、全力でいく。デモンの制御は私がやります。その力の全て。まだ私の使命は終わっておりません。まあそんなには強くないですね。なるほど、ジェミニスが勝てないのも道理でしょう。ですが最低限の任務は遂行しました。撤退します。敵対長期撤退しました。追いますか艦長。どっちをだ、あの女か、それとも降下した艦隊か。それでも私たちは戦わなくてはなりません。大佐殿、私たちの持つ力は平和を守るためのものです。その席を放棄することは許されません。テッサ、希望はあります。カナメさん、希望。それは私たちが戦う意志を失っていないことです。大佐の言う通りだ、千鳥。ソウスケ、サイデリアル、我らが命を懸けて守った地球を連中の好きにさせるわけにはいかない。このまま終わってたまるものか。サイデリアル、この借りは必ず返す。首を洗って待っていやがれ。地球をお前たちの好きにさせるかよ。新たな戦いが始まるんですね。それも今まで以上に過酷な戦いが。それでも進むしかない。ええ、この戦いの先にいるのか。俺が追い求める敵、真の天使が。てかこれ物語全部回収できるか。この日が来てしまったか。これで我々の努力も存在も全て無に帰すこととなった。これで人類の歴史は終わる。だが絶望の未来だけは回避できよう。結局こいつらもよくわかんねえし。各方面の絶対防衛ラインを突破し、敵艦隊は地球へと降下していった。ちょっと早い。それは新たな戦いの
果てのない戦いの始まりであった。というところでプロローグの第2話はこれで終わりかいつになったら第1話が始まるんだ、というところで、じゃあ今回はこのプロローグ第2話終了したいと思います。